おい待て、そっちの女はロボットじゃねえか。そうですが。なあ坊や、ここはロボットを持ち込んじゃいけねえ場所だ。そいつは外へ置いてきな。オルガは僕の家族だし付き添いです。だから。へえ、嬉しいじゃねえか。坊や、もうままごとをやる年は過ぎたんだろ。これは規則なんだ。そいつはロッカーを置いてきな。ゴド、オルガは。オルガは荷物じゃない、大切な友達だ。そうかい、そうかい。これならどうだい。ただの荷物だ、文句あるまい。言っとくがな、規則を破ればつまみ出されるんだぜ、坊や。うわ、研修生諸君、わしは元老院議長のイート教である。諸君は生まれながらに宇宙パイロットとして約束され、世界中からこの科学センターに集められた人材である。諸君はここで1年間みっちり研修と訓練を重ね、めでたく宇宙へ飛び出す資格を得るわけだ。しかも成績優秀な者には元老院から特別任務が与えられる。諸君を指導してくれる教官はそのボルカン隊である。宇宙開発の使命は諸君にかかっとる。しっかりと勉強をしてくれたまえ。以上。聞け、俺は貴様らガキのおもりをするために勤めているんじゃねえ。貴様らを徹底的にしごいて骨のある宇宙男にしてやるためにいるんだ。余っている奴は片っ端から半殺しにしてやる。貴様か。入学式にロボットに付き添われてきた坊ちゃんか。せいぜい面倒見てやるぜ。やめ。なんだそのだらしねえ射撃ぶりは。
うまいガンさばきを見せるやつは誰だ。坊やでかしたぜ。11点か。坊やではありません、五道です。そうかい。じゃあ一つ五道、坊やの腕をもう少し見せてもらおうじゃねえか。人間だ。気にするな、シリウス12番星のケダモノだ。ケダモノじゃない、あいつらは人間だ、見ろ。どうした、さっさと撃たんか。たとえ人間と名乗ったって我々から見ればケダモノ同然なんだ。撃って。ダメだ、殺せない。理屈なしめ、宇宙人一匹殺せんやつに何ができる。早く撃て。嫌です。腰抜け目が、どけ、手本を見せてやる。見てろ。どうしたこと、お前震えているのか。ゴド、どうしたの。お前か、オルガ。お前も夢を見ることがあるか。ないわ。僕は嫌な夢を見たんだ。僕が宇宙ハンターになって、よその星の人間と戦ってどんどん殺していく夢だ。それ本当じゃないわ。オルガ、ゴドーと一緒、ここ宇宙ではありません。夢なんだよ。夢ってのはつまり人間の心が眠っている間にロボットにはないもんなんだ。オルガわからない。でもゴドー苦しそう、治してあげたい。気持ちは嬉しいけどどうにもならないよ。僕はもう引き返すことができなくなっちまった。そうだ、僕は宇宙パイロットじゃなく無感情な心の冷たい人間にされてしまいそうだ。こんな暮らしに誰も彼も満足してるのか、諦めてるのか。でも僕は我慢できない。オルガ、僕はもう我慢できないよ。オルガ、車を頼む。おい、ゴド、待てよ。貴様、教官に対する礼儀を知らんようだな。あなたは残忍な人だ。尊敬はしません。生意気を言うな、記憶めが。善人ぶりやがって。けだものも殺せねえ腰抜けの少年を叩き直してやる。来い。ここへ来い。来いってんだ。なんだ、おい。やめろ、俺が。何するんだ。おい、俺が早く下ろすんだ。おい、下ろしてくれ。やめろったら、おい、下ろせ。何をする。おい、やめろ、こら、やめろ。おい、危ねえ、やめろ。おい、助けてくれ。
な。聞こえねえのか。まあ本当ね。そうよ、レナのお父様ったらね、ロックさんを救世主扱いなんですって。いいだね、でしょ。でも羨ましいわ。本当。レナ、早く行きましょう。あの方誰？そう、知らないわ。パイロットじゃない？そう。おかしいわレナ、あんな男が気になるなんて。そうよ、身分の低い宇宙パイロットよ。行きましょう。私はこの科学センターの長官、ロック・シュラーク。もちろん顔は知ってるだろう。護道慎吾、お前の研修成績を見た。大変優秀な成績だ。したがって今日から私の直属として特別任務を与える。僕は何をするんですか？一年経てばお前は宇宙へ出発する。コスモゾーン2772と対決するためだ。コスモゾーン2772、それは一体何です？恐ろしい怪物だ。怪物ですって？これがその悪魔と出会った調査隊の慣れの果てだ。機体には高熱で溶けた穴が開いていた。これはその前のハンターのだ。すっかり溶けて隕石のかけらのようだった。調査員ボンダが死ぬ前に送ってきた怪物のただ一つの写真だ。鳥のようですね。かもしれん。それを見つけるんだ。え、見つける？どんな方法でもいい、必ず見つけろ。ただ一つ条件がある。つまりそいつは殺してはならん。必ず生け捕りにして地球に持って帰ることだ。それが条件だ。そのためにはどんな便宜でも与えよう。どんな便宜でも測ってもらえるんですか？そうだ、希望があるなら言うがいい。行動の自由が欲しいんです。どういうことだね。自由に街の外へ出てもいいという許可が欲しいんです。綺麗だ。どう、オルガ。綺麗。あ、あそこに何かあるぞ。なんだろう。オルガ、見てきます。なんて綺麗なんだ。それになんていい香りだ。あ？そこで何をしてらっしゃるの？あ、あの花を見てたんです。花。お花？ええ。お花を好きなの？いや、つまり僕は花を初めて見るんです。え？テレビや絵本でしか見たことがないんです。本当？僕のところにはこんなものは一つもありません。本当にあるんですね、あるところには。ええ、ここには何でもありますわ。ああ、すごい。この裏の公園行けば。ダメだ、花落ちゃいけない。どうして？花は死んじゃう。あなたに差し上げようと思ったのに。でも、いけません。あなた研修生でしょ、宇宙パイロットの。ええ。どうしてここいらしたの？ここは元老院のクラブハウスよ。レナです。
五道です。五道慎吾。五道、素敵なお名前ね。あなたは何をするんだ。あなたの身分では立ち入り禁止地域に入ってます。大至急退去してください。分かった、話せ。悪気で入ったんじゃない。やめて、この方は。いいんです、身分の違いってことを忘れてた。出て行きますよ。あのありがとう。綺麗な花を見られてよかった。でも君の方がよっぽど美しい。これがお前の船だ。ここから2772を積み込む。コックピットは命令を下すだけでいい。ただ2772との対決法はお前の腕次第だ。アシスタントは？アシスタント？そんなものはいない。お前一人だ。オルガを連れて行きたいんですが。オルガ？まだあんな育児ロボットに余ったれてたのか。オルガはただのロボットじゃない。僕の誠実な助手で友達なんです。ある意味では人間以上なんだ。出発は1ヶ月後。その時お前は一人で登場する。他は一切許さん。お前が出発した後、あのロボットは解体する。役目が終わったからな。俺が一手を出すな。俺がだけは俺のものだ。たとえ科学センターの長官だろうと、ただじゃおかないぞ。なあゴド、これは忠告なんだが、私の言うことを聞いた方がいい。下手に顔を張ると犯行罪で強制労働キャンプに送られるんだぜ。お前にとっていいことを教えてやる。私はな、本当のこと言うとお前と兄弟なんだ。なんだって。どうだ、似てるだろう。どういうことです。知っての通り私たちは試験管ベビーだ。生まれた直後コンピューターが精密な適性検査をしてそれぞれの階級により分ける。お前と私は兄弟だったんだが、知能指数やいろいろな検査の末に私は政治家、お前は宇宙パイロットに運命づけられた。そういうわけだ。兄さん、いや弟かな。悪いようにはしない。労働キャンプにだけは行くなよ。あそこは地獄だぜ。あそこは熱地獄だ。不平分子や反逆者が50万人も働いているが、事故も多いし体にも良くない。しかし作業ははかどっています。この地球に残された最後の唯一のエネルギーとして、このマントル対流のエネルギーを利用すれば世界中が潤うのです。しかし安全性の問題が今一つ解決しとらんが、ロック君。それはご説明申し上げた通りです。建設工事さえ終われば絶対保証できます。その子の名前は？確か五道っていうのよ。レナ、好きになっちまったんだね。まあそんな。地球の女ってはっきりしないね。愛しちゃったんならあったらどう。レナ、元気出しなよ。陽気にやろう。世の中くやくやしたって始まんないよ。君がな、例の婚礼の日取りのことでお前に相談したいということで見えたんじゃ。来月の1日はどうだね、レナ。私の仕事も一段落するし。
返事も待ちくたびれてしまってね。レナ、我々のために乾杯。レナ、どうした？長官夫人レナのために乾杯。ここは元老院が管理してるの。ここは素晴らしい。しかしこんなところにいるとダメになってしまう。僕は2772と戦いに宇宙へ出ていかなきゃならないんだ。元老院からの絶対命令だ。死んでしまうわ。死ぬのは怖くないさ。ゴド、出発しないで、お願い。何を考えているのですか、ゴド。何も考えてやしないさ。私、わかります。あの女のことですね。うるさい、ロボットの知ったことじゃない。ロボットか。ねえ、あの二人を見なよ。キスだなんて、全く地球人愛情表現不衛生だよ。俺たちの星じゃ相手を清潔にしてやることが最大の愛の表現さ。これが尊敬を込めた愛。これが友達への愛。そしてこれが恋の印なあ。あの二人愛し合ってる。地球人の言葉で似合いのカップルってんだろ。どうしたのあんた、寂しそうだね。え、元気出せよ、力になってあげるよ。ね、ね、うわー、あんた意外と人見知りするんだね。ロックと結婚したくないわ。恐ろしいの、あの方。私に結婚申し込んだのも私の父の身内になるためなの。あの人、元老院総理の座を狙ってるのよ。はっきり断ればいいじゃないか。何度も言ったわ。でも父はあの人に惚れ込んじゃって。お願い、ゴド、私を連れて逃げて。しまった、パトロールだ。一緒にいるのを見られた。逃げるんだ。報告されたらおしまいよ。僕の車へ。全く地球人おかしい。愛し合っての二人、なぜ追い立てるんだ。とても逃げ切れないわ。捕まるか。レナ、バンドを閉めろ。はい、行くぞ。レナ、とんでもないことをしてくれたな。連れて行け。レナは渡さないぞ。愚かなことを。お前にその資格はない。レナ、こっちへ来なさい。あなたも共犯ですぞ。離せ、離せ、レナ。
だな奴だ。こともあろうにスーパーエリートと関係を持とうなどと身の程を知らなすぎる。お前は宇宙パイロットとしての資格は無論のこと、市民としての権利も剥奪され、囚人としてアイスランドの労働キャンプに送られることになった。これは法務委員会の決定だ。私はお前を兄弟だと思えばこそ目をかけていたんだ。全ては無駄骨だった。身から出たサビだ。こいつの育児ロボットはどうした？まだ見つかりません。見つけ次第解体しろ。本日の送達1名、元宇宙ハンター、五道慎吾。色恋沙汰でキャンプ送りか。女ったらしめ、第一級反逆者、市民権剥奪？どういうこったい？所長、新入りです。こんな傷はここでは怪我のうちに入らん。そのうちに怪我をするよりいっそ死んだ方が楽だと思うようになる。ここの暮らしはそんなとこだ。うん、規則を教えてやれ。かしこまりました。さあ貴様の小屋へ行くんだ。元老院議長の娘にちょっかいを出しただと？世間知らずめ。規則の2、脱走を試みた者は即座に射殺される。規則の3、作業中許可なく持ち場を離れた者は厳重に処罰される。規則の4、ここで人が下敷きになっているんだぞ。持ち場を離れるな。どけこの野郎。
ここに他人を助けようとしてロボットに投げられたバカがいるそうだが、それはどいつだ。僕のことかい。お前がそのバカってのは、ここじゃそんな精神じゃ生き延びられんぞ。おい、シャッターのじいさん、余計なお世話だぜ。うるさい。わしがここでの暮らしぶりをとっくりと教えてやる。ついてこい。博士、それは困ります。わしが仕込んでやるんだ。軍の了解は取ってある。食え、食ってみろ。毒じゃない。何ですかこれは。食えったら。こいつの香りを嗅いでみんか。これも食い物だ。はあ、素敵だ。どうだ、昔はそういう珍味がいくらでも手に入ったもんだが、今じゃ幻の食い物だ。元老院の連中だけが口にできる。もっと食わせてやるから、わしの部下になれ。部下？そしてわしを連れてここを逃げるんだ。何もそう驚かんでもいい。お前がわしを連れてこの労働キャンプから脱走するんだ。待ってください。出し抜けに何を。第一、僕はあなたが一体誰なのか。わしの名はサルタ博士。お前さんと同じここの囚人じゃよ。ただし少しは融通も利く立場だがな。だけど脱走は無理だ。大声出すな。聞かれたら水の泡だ。お前さん宇宙船のパイロットだろ。それで頼みたいんだ。このキャンプに宇宙船が一台ある。あそこじゃ。あれを奪って地球から逃げ出すんだ。地球から。なぜ。鈍いやつだな、お前さんは。世界中どこへ逃げれば安全だ。どこに隠れたって結局捕まってまたここへ逆戻りだな。宇宙へ亡命すれば捕まりこないわい。あらお前さんとわしのために乾杯。僕は嫌です。僕はレナを捨ててはいかない。どうしてもレナともう一度会うんです。お前ってやつ大バカのお人よしだ。だいたいあんな女。時間ですぜ博士。わかった。もう話は終わったよ。何の話をしたんです。何の話をしたと聞いてるんだ。女の話じゃ。こいつまだ未練があるんじゃ。博士、今日また大規模な脱走計画があった。あんまり里心を刺激するような話は避けてもらいましょう。この野郎どうも逃げ出しそうな面だ。さあ小屋へ帰れ。これは何。地球人の結婚式だよ。昔は誰でもしたそうだよ。でも今は偉い人間しかしないんだそうだ。でもこれは悪い結婚式だ。レナはあの男を愛してない。でも結婚する。レナは裏切ったんだ。俺の星では愛のない結婚なんかしない。俺レナ嫌いだ。この結婚式一致だ。どういうことだ。ホドウの育児ロボットだ。捕まえろ。あそこだ、早く捕まえろ。ゴドウが操ってるんではないんですか。バカ、ゴドウはとっくにアイスランドの労働キャンプだ。ええ、ゴドウの居所分かった。アイスランドのキャンプだ。俺がゴドウのところへ行く。俺がいつもゴドウと一緒。捕まって。うん、行くわよ。どうした？そこをどいてくれ。え、亀裂？あ、また地震だ。これでかいぞ。亀裂だ。
地球は滅びつつあるんだ。地球がまさか惑星としての生命力を失いつつあるんだ。地球はまともならもっと長く持つはずじゃった。それを人間が自然のバランスをあまりにも狂わしてしまったんだ。結局は人間の自業自得じゃよ。ここでやっておるマントル対流エネルギーの開発計画もどうせ失敗なんじゃ。無駄なんですか。エネルギー源としての開発だけじゃなく、地球に活力を与えるカンフル剤としてマントルに刺激を与え、マグマの活動を活発化しようというんじゃが、これは大変に危険な賭けなんだね。サルト博士、他に地球を救う方法はないんですか。お前さん確か元老院の命令で火の鳥とやらを捕まえに行くとか言うとったな。そうです。それが方法の一つだ。え、火の鳥がですか。君はフェニックスという鳥のことを聞いたことがあるかね。ヨーロッパではこの鳥は自分の体を火で焼き、その中から新しい若鳥が生まれ変わると信じられて不死鳥と名付けられた。本当に鳥なのかな。そのフェニックス、すなわち火の鳥じゃが、エネルギー体だと言われとる。しかも宇宙生命の全てに関わっとるらしい。僕にはとても信じられません。元老院がお前に火の鳥を取ってこいと言ったのは、鳥の生き血が欲しいからだ。生き血ですって。それに生命のエネルギーの秘密が含まれとるんだ。それを元老院の連中は独り占めにしようというんだ。わしは自分で生き血を手に入れて分析したい。このキャンプの人間たちや世界中の人間たちや、いや世界全部の生き物にそれを分けてやりたいんだ。どうかわしに力を貸してくれ。わかりました。承知してくれるか。ありがたい。ロケットはあそこでしたね。間違いない。うん、思ったより警戒が厳しいぞ。見張りがおる。どうするかね、宇宙ハンター君。そうですね、強行突破という手もありますが、ご老体がいてはちょっと。こいやつ、店長考えがある。シャークだ。その通り。餌に釣られてやってきたの、新米パイロット殿。サルタ博士、あなたも諦めの悪い人だ。ここから出られないことは何度も念を押したはずだ。頼む所長、わしがやろうとしておることは人類や地球全体を救うためなんだ。あなたがどういう訳をお持ちだろうと、私は与えられた任務を守るだけが仕事でして。そのロボットを沈めてくれんかね、ゴドー君。やめろ、俺が。さあ、サルタ博士、この連中と素直に元の宿舎へ戻っていただきましょうか。なんてことだ。所長、あんたは情けということを知らないのか。でかい口を聞くな。お前などに宇宙へ出ていく勇気があるか。黙れ。貴様こそなんだ。ロボットにずらっと守られて辛い帰りをしているキツネめ。それでも男が。おー、怒ったな。じゃあお前を試してやる。試す。レーザーガンや冷凍光線を扱うのには慣れていても、肝心の体力があるかどうか怪しいもんだ。俺がテストしてやる。もしお前が勝ったら言い分を聞いてやるぜ。そら、だがもしお前が負ければ、このキャンプで一番苦しい作業場へ送り込んでのたうし回らしてやる。ロボットのも銃をしまえ。俺が命令するまで手を出すな。さあ来な、青二歳。どうした。
うん、うん、ああ、おお、やった！博士、スペースシャークへ。ゴドだが、わしにいろいろ力を貸してくれたんじゃ。彼は殺せん。そんなこと言ってたらこっちがやられてしまいます。ブーン、頼む、見逃してくれ。気持ちはわかる先生、だが俺の立場としてそれはできん。一分猶予を与えよう。一分経って聞き入れなければやむを得ん。激戦する。女が乗ってるのか。いえ、飛んでる女です。何おい、やめろよ一応、これはロボットですえ、その前分かっておるわ。撃て、撃つんだ。撃てってもどうやって。所長に報告、銃座をやられて追い詰めることができません。逃がしてやれ。ゴドー、火の鳥を見事捕まえてこいよ。一旦地球へ戻ります。何だって、何のためにじゃ。元老院のイート教のうちからレナを連れ出します。バカモン、レナ結婚したよ。何、レナ、ロックと結婚した。もう一度言ってみろ。近所オルガと見てた。レナ元老院の教会で式挙げた。嘘だ、嘘をつけ。ゴド、レナは諦めた方がいいよ。近所の国じゃ結婚した女と吐き捨てたゴミは諦めろってことわざがあるんだ。そんなバカな、そんな、レナがロックと、そんな。あれは涙星と呼ばれておるアンタレスの惑星の一つじゃが、ちょうどアンタレスが涙をこぼしたように見えるのでそういうんじゃ。ここにはわしの古い友達が住んでおる。ヤッコさんから火の鳥のことを聞き出せるかもしれんって。またやってよ。やめろ。やめに、いい加減にしろ。顔合わせやつの付き合いやがって。よう、座るとじゃねえか。久しぶりだな、元気か。
世界的大学者のサルタがこんな偏僻な星。ほら、つってろ。わざわざお出ました。どういう風の吹き回しだな。バン、紹介しよう。これはゴドーって言ってな、宇宙ハンターだ。気に入らんな。いや、宇宙ハンターでもこの子は虫一匹殺せないんでお払い箱になったんだ。おお、そうか。じゃあいいやつだな。俺はバンテイヨステビトで、ここの宇宙生物研究所の管理人ってとこだ。ほら、見せ物じゃねえんだ。あっち行った行った。火の鳥を探してるって。いるぜ、ここにも。何？ああ、この先の高原に5万と嫌がる。本当か？そこへ連れてってくれ。本物の火の鳥ならブラボーだ。頼む、早く。じゃダメだ。海へ追い込むんだ。いや、変なところ撫でちゃ。ああ、よし、いいぞ。そっちが海だ。この鳥には血がないぞ。なんだと？体の中は綿くずみたいなもんが詰まってるだけだ。じゃあ火の鳥じゃないっちゅうのか？そうらしい。無駄骨でしたね。いまいまし。お前さんたちの探してる火の鳥って何？2772ってやつのことかい？そうだ。なんだい、そんならそっと早く言いやいいものさ。2772についちゃ詳しいやつがいるんだ。合わせてやろう。2772ってな、宇宙船まで襲うっていう怪物だろ。あれは鳥じゃねえよ。じゃあ何なのだね。さあね、ここにいる連中の噂じゃどうも生き物じゃねえらしいとさ。はい、クラック。はい、じいさん、なんか用か。この客人がプークスに会いたいとさ。プークスに会いてんならよ、通訳料よこしなよ。前払いだぜ。ほい、レシート。さてと、何の話だったっけ。あ、プークスにこの人たちを怪物のところへ案内してもらいてんだよ。分かったかいよ。こいつがプークス。俺は牧道のクラックよ。ご機嫌よろしゅうだってよ。いやー、ところ変われば品変わるっちゅうが、バグパイプ人間にサイコロ人間とはね。さ、サイコロ人間とはなんだ。俺の一番嫌な差別語使いやがったな。抜け、決闘だ。待ってくれ、悪かった、謝るよ、もう二度と言わん。わかりゃいいんだよ、わかりゃ。フークス、頼んだぞ、クラック。お前も行け。なんで俺がわざわざ行かなきゃならねえんだよ。怪物を捕まえに行く？あんたの追ったわけだ。フークスが行くのはそれ勝手だがよ。俺はごめんだぜ。いくら通訳のために行けたって断じて嫌だ。へ、関係ねえもんな。まあ、君はどうしても必要なんじゃ。変だ。どうしても行けってのかよ。そんならこっちにも条件があるぜ。わかっとる。火星ソーダのカプセルを10ダス用意した。君は火星ソーダの風呂にしょっちゅう入っとるんじゃろ。これがみんな、風呂の水？火星ソーダかい？あいつら俺が風呂に弱いってことちゃんと知ってやがる。世話になったな、バン。いいってことよ。それよか怪物にはくれぐれも気をつけろよ。何でも怪物にたった一つ弱点があるそうだ。そうか、それさえ分かれば。うーん。
寝ながら何か言ってた。寝言さ、夢を見てたんだ。夢？レナがいた。僕を呼んでた。レナ、もう結婚したわ。分かってるさ。ゴド、オルガ何かできることない？ありがとう。でもロボットにはできないことだってあるんだ。例えば？オルガ、お前には青春ってものがあるから。青春ないだろうね、ロボットには。お前に分かるはずがないんだ。僕は友達が欲しい。心の底から信じ合い愛し合える友達が欲しいんだ。オルガ、ゴドウ好き。ゴドウのためなら何でもする。いつでもゴドウのそばにいる。それでもダメ？僕の欲しいのは人間の女の子だ。ごめんよオルガ、気にするなよ。わかるよ。そういう時は思いっきり泣けよ。涙で悲しみを洗い流せよな。オルガ、涙出ない。泣く装置がないです。やれやれ、せっかく俺もらい泣きしようと思ったのに。じゃあ目薬でもつけたらどう？泣けるかもよ。女の子は泣かなくちゃね。ほら泣いた。かわいそうになぁと。そんな慰め方あるもんか。レディに向かってなんて無作法な。うるせえ。俺の国じゃ泣くことを女は好きなだけ泣かせろってんだ。クラックの国は罵声だろう。もう一度言ってみろよ、この野郎。何度でも言ってやるよ、オルガ。音楽わかる？悲しい時音楽聴く。心晴れる。希望湧いてくる。さあそこに座って。音楽だ。何が音楽だ。した宇宙船だ。地球の船らしいぞ。なぜこんなところで。まったくだ、よっぽどのようでなきゃこんな宇宙の果てまでは来んわい。もしかしたら地球型の別の生命体かもしれませんね。信じられない。これはスペースシャーク型だ。僕の船と同じじゃないか。何もかもドロドロに溶けて
ものすごい高熱にやられたんだ。あの遺体は僕の知っている男です。科学センターにいたボルカンという教官でした。すると科学センターはその男にも火の鳥を捕まえに行かせたのか。フクス、確かにこの星なのか。この星で火の鳥が出入りするのを見たってよ。いよいよ敵の本拠じゃない。何でしょう。何かの結晶らしいな。見てください、動いてる。このクレーターに鳥が入っていくんだと。博士、入ってみます。大丈夫かね。こういうことは僕の仕事ですよ。気をつけてな。博士、どうも無駄なようです。とにかく気配がまるっきりないんです。あるのはガスと、それから。それからなんだね。ゴド、どうした。ゴド、どうしたんだ。なぜ黙ってる。ゴド、返事をしたまえ。わかりません。今鳥はクレーターの中に入っています。まるで遊んでるように見えます。なんとか生け捕りにできんか。麻酔銃を使いましょう。危ない。
すごいやつだ。オルガ、博士を探そう。どうなんだ。鬼滅服破けた。毒のガス吸って死にそう。オルガ、博士をドックしろ。はい。だからさ、あんな怪物相手にするのはやめときゃよかったんだよ。やつは悪魔だぜ。捕まえることも殺すこともできやしねえよ。今それ言っても仕方がないだろう、クラック。ああ、諦めて涙星へ帰った方がいいよ。いい加減に。レーダーに未確認飛行物体を捕捉。距離50エルグ。遠ざかっていく。発進準備。2772だ。逃げ寄ったって逃がさないぞ。発進 OK。 磁力は不動。アルト博士、その怪我で寝ててください。寝て俺だと。こんな時に人に任せていられるか。シートに座らせろ。お前一人じゃ無理だ。しかし博士は、へっ、目は見えなくとも耳も口もこの通り健在じゃい。わしはな、どうあっても火の鳥をこの手で捕まえ確かめたいんじゃ。まだまだ参らんぞ。何をもたもたしとるんだ。さっさと火の鳥追いかけんかい。ワープチェンジ指標 XQ35。 あ、確か位置はここだ。なんだこりゃ、ただのアステロイドじゃないか。火の鳥はどこ行ったんだ。調べろ。ノーだって。どうなってるんだ。確かに2772だと思ったのに。どんな具合だね。表面はツルツルしてクレーターもありません。なんだか胸騒ぎがするぜ。ピンチを調べてくる。また始まった。お前はそれだから困るんだよ。なんか目新しいものがあるとすぐに首を突っ込みやがる。宇宙にはよ、穴に手を入れるなってことわざがあんのよ。自分が穴だらけのくせに。カッペル、これ穴じゃねえ、ポケットってもんだよ。第一、俺の言ってんのはな、その薄汚いほげでところかまず物を撫で回す癖はいい加減にしろって言ってんだ。これ癖じゃないぞ、エチケット。打ち寄せたら。へへ、これで吹けても鳥だ。こんちきちょう。わかったよ、わかったってば。俺はただピンチを止めようとしただけなんだ。はあ、これもさ、あいつの身が心配だからさ、お前も言い聞かせてやるよ。出なきゃ出てっちまうぜ。緊張が勝手に降りたぞ。なんだって、早く読み戻せ。は？あそこだ。なんだっけ、透けてきた。この星、透けてきた。これ、本物の星じゃない。ピンチが、ピンチが星に食われた。危ない、出るな、見ろ。ピンチ、こっちだ、2772だ。至急浮上、発進せよ、離れるんだ。自分の体から石灰質を染み出させて、それをかぶって星屑に化けてたんだ。やつだ。どっちだ。足
ってくる。そんなバカな。コベ、何をもたついとる。早くワープ戦艦の場面。この宇宙空間にヘリや竜が現れるなんて、こいつは幻だ。2772のやつが僕の脳細胞に幻覚を見せてるんだ。しまった、正面に星だ。博士、重力に捕まりました。衝突だ。この船にぶち当てる気だ。あ、どうした、何事じゃ。視界が遮られました。お、しまった、強烈な酸だ。スペースシャークの外壁を腐食し始めてるぞ。このままだと船が穴だらけになる。何とかしなければ一巻の終わりだ。速力落とせ、27L。 じゃあスピード落としちゃいかん。なぜです、博士、緊急事態なんだ。火の鳥を逃がす気か。見失ってしまうぞ。鳥逃がしたらもう二度と会えんかも。それより船が肝心です。これでは戦えない。ゴドー、火の鳥を追え。博士、命令に従ってください。この船では僕が機長だ。こんな時に機長風吹かせようって。そうだ、中和剤だ。酸を無力にするのは強度のアルカリしかない。確か倉庫にクラックの火星ソーダがあったな。あれを全部出すんだ。はい、出します。中和剤だと。どうやってそれを酸にぶっかける。オルガにやらせます。計算では壁を持つのはあと10分ギリギリです。オルガ。はい。機長として命令する。機械へ出て中和剤を増したまえ。俺の風呂の水だぞ。俺のもん勝手に持ち出すとは承知しないぞ、もうこのロボットめ。さっさとそれを元のとこに返せ。機長命令なんか聞かねえぞ、泥棒。横領。あっていって、あっていって。オルガ、サンにやられるなよ。気をつけて。オルガ、よし、大成功だ。何が大成功だ。おかげでこっちは体中すすだらけだ。もう二度と俺のもんは使わせねえぞ。何、もっと使うって。やめろ、それだけはやめてよ、バカ。血も涙もねえやつだ。もっともロボットには血も涙もあるはずねえけどな。
全機能戦闘配置につけ。どうしたんだ、どういうことだ。スペースシャーク故障したのか。応答しろ、どうした。スペースシャーク、コンピューターの故障じゃないんだとすると何だ。まるで何かに怯えてるようだ。中和剤散布終わり。オルガ、おかげで助かったよ。なんともなかったかい、あの3は。怖かったわ。怖かった、怖いって言ったのか。ええ、足がすくんだわ。しかし君はロボットだ、怖いなんて感情はないはずだろ。もちろんオルが生まれた時、怖い、嬉しい、憎らしい、何にも心ありません。でもオルが一生懸命覚えました、人間の気持ち。あなたに嫌われないように。信じられない、ありえないことだ。オルが人間の女の子と同じよ。信じられない。オルが、君に聞きたい。スペースシャークがおかしいんだ。見てくれ、ほら、まるっきり力がないんだ。お前に原因がわかるかい。ゴド、スペースシャークは怖がってる、オルガと同じ。そんなバカな。ゴド、コックピットへ戻ってこい。火の鳥だ、鳥が向かってくる。飛行物体接近の信号じゃ。スペースシャーク、スペースシャーク、私たちゴドを助けるの。2772がやってくる。戦う準備するのよ、スペースシャーク。ダメだ、2772を恐れてるんだ。スペースシャーク、このままではゴドを死ぬ、オルガもおしまい、あなたもおしまい、みんな負けるわ。それでいいの。もうダメだ、俺たちは宇宙の塵になるんだ。ゴド、早くなんとかせんか。ゴド、もう鳥はそこまで来とるんだぞ。スペースシャーク、お前は戦うために作られたんだ。頼む、作動してくれ。スペースシャーク、それでもあなた男なの。怒りやがった。ギャー、サルタ博士。どうしたんです、その顔。思い上がった愚かな人間よ、諦めて自分たちの星へ引き返すがいい。なんだって、声はサルタ博士なのに。そうだ、この人間の言語中枢を借りて忠告しているんだ。あの方に歯向かうなど狂気の沙汰だ。あの方は全知全能なんだ。あの方って2772のことか。そうだ、この宇宙には何者といえども犯してはならない領域がある。それを無理に犯そうとする者には死があるだけだ。帰らなければまずこの男を、次にお前を殺す。ありがとう、スペースジャック。治ったぞ。ブラック、ブープス、博士をベッドへ。怪物め、これが最後の対決だ。見てろよ。分かった。それは、
オルガー、オルガー、なんてこった、オルガ、オルガ、オルガ、僕にはお前が必要なんだ、オルガ、お前を愛してる。そうだ、僕はお前を愛してるんだ。今こそはっきり分かった、僕はオルガを愛してたんだ。ウークスもピンチもサルタもみんな死んじまった。この船にいたら全滅だ、脱出しよう。そんな壊れたロボットなんか捨ててさ。うるさい、僕はオルガを直すためにここにいる。逃げたければお前一人で行け。直すなんて無理なこった。大体あんな化け物と戦うこと自体無茶だったんだよ。オルガを捨てていくわけにはいかないんだ。また来たぞ、おいこと、逃げよう。俺は行かん。そうかい、とてもあんたとは付き合いきれねえよ。オルガ、今直してやるぞ。オルガ、あなたにはとても勝てません。誰だ。あなたの心には私のどんな力より強い武器があって守られています。私が欲しくて長い間探していたものです。私の負けです。あなたのどんな望みも聞きましょう。その代わり、私にあなたのその持っているものをほんのちょっぴり分けてくださいませんか。僕に話しかけたのはお前か。喋れるのか、人間の言葉を。喋ってはいません。あなたの心に話しかけているのです。僕の心に。そうです。どうした、僕を恐れてるみたいだ。ええ、恐れています。それよりあなたが羨ましいのです。この世界に本当の武器を持った勇者はそんなに多くはいません。あなたはその一人です。僕はそんな武器なんか何も持ってやしない。いいえ、あなたの武器は宇宙のどんな破壊力より強いのです。それは星の運命を変えるほどの力がありますわ。僕にはわからない。だが今はもうお前のことなんか興味も未練もないんだ。僕はこの女を生き返らせなければならないんだ。この僕自身の手で。そうしなければ僕は生きていく意味がないんだ。ダメだ、とても治せない。何日かかったって生き返らない。オルガはお前が殺したんだ。オルガを生き返らしてみろ。そしたら僕の命だろうが武器だろうがくれてやる。私には修理はできません。でも仮の命を吹き込むことはできます。なんだって、命を吹き込む。ピノキオじゃあるまいし。やれば私の欲しいものをくださるわね。やるとも、取れるなら何でも持っていけ。うわっ、治ってよかった。オルガ、僕は君なしではいられない。
君に育てられた時からずっと君が好きだったんだ。今まで他の女やつまらぬことに道臭くて僕はバカだった。私ロボットですわ。あなたは人間でご主人です。ロボットも人間もあるもんか。愛してる。全宇宙よりもっと強い力で君を愛してる。私の欲しかったもの。ゴド、この星は死にかけています。この星はつい最近まで人間や生き物が住んでいました。でも間違った文明を作ってしまいました。あれは町の跡じゃないか。そうよ、この間まで栄えていたのです。でもこの星の人間は愚かでした。自分の住んでいる星を戦争で滅ぼしてしまった。なんだ今最後の命が星から抜け出そうとしています。命だって？星は生き物なのか？星はみんな生きていますわ。ゴド、あなたの星だって。地球が生き物だなんて、そんな。ご覧なさい、この宇宙には生命があふれています。あれが小さな命にもなり、大きな星の命にもなるのです。元はみんな同じものです。そんな。私が復活させたのですよ。復活？どうやって？ある小さな生き物の命を身代わりにしてこの星に与えたんです。それで蘇ったのです。そんなことができるのか？ええ、私ならできます。ここは大昔の地球みたいだ。素敵だ。なんて綺麗なんだろう。ゴド、あなたにこの星を差し上げます。ブークスも、一体どういうことなんだ？俺たちは火の鳥にここへ連れてこられたのさ。死んだんじゃなかったのか。奇跡だ。オルガ、僕は地球へ帰る。え？この星の野菜や果物を持って帰って植えるんだ。きっと豊かになるよ。やめて、地球のことなんか思い出さないで。オルガとこの星で楽しく暮らしましょう。ここは平和で幸福で永遠の場所よ。いや、オルガ、僕は地球へ戻らなくては。なぜ？どうしてそんなに地球が恋しいの？あんな死にかけた星。地球は僕の生まれた星だ。どんなに住みにくくても荒れ果てていても、あれは僕のふるさとなんだ。ゴド、私よりあの星が好き？私を愛してないの？君は好きだ。でも地球を今救わないと間に合わない。ねっ、分かってくれよ。分かったわ。出かけましょう。やかましい！なんたる言い草だ。このプロジェクトは元老院の至上命令なんだ。それを中止しろなんて誰に向かってそんな口を聞くんだ。開発はとことん続けろ。俺が陣頭指揮を取る。そいつはお前さんの自由ですがね。この地上を見なさい。道路は寸断され、設備はなおそばからぶっ壊れ、これじゃサイの河原だ。たとえ世界中の金をぶち込んだって到底成功しくありゃしねえ。それどころか危険信号なんだ。今日明日あたりとんでもねえアクシデントが起こるかもしれませんぜ。作業員もうすうす感づいてる。騒ぐ作業員を鎮圧することがお前の任務じゃないか。私は真実を言ってるんです。人間の力ではどうにもならねえ限界があると思いますがね。あなた、あのブラックジャックという所長、辞めさせた方がいいわ。陰険ですもの。お前の浮気相手だったゴドを取り逃がしたからか。やめても、
あんな男忘れてしまったわ。たかが宇宙パイロットじゃない。それよりこのキャンプにあなたの反対分子が多いことが気がかりなの。私のプロジェクトに乾杯。そして未来の元老院総理閣下に。本部が次じゃない。一体何をしてかしたんだ。どうしたんだ。これは何が起きたんだ。パニックであります。浮き足立っております。すぐに鎮圧しろ。しかし所長は勝手に逃がしておけと言われました。やつは反逆者だ。俺の命令を聞け。片っ端から射殺しろ。しかし子供もいます。それがどうした。10人や20人の子供など構わん。早く撃たんか。うん、命令だ。なんだあれは。あれはスペースシャーク。私はロックだ。よくもおめおめと戻ってこられたな。サルタ博士はどうした。博士は死んだ。火の鳥はどうした。見つけたのか。ああ、出会ったとも。じゃあ運んできたんだな。いいや、捕らえなかった。取り逃がしたというのか。逃がしておいて手ぶらで帰ってきたのか。嘘をつけ。お前の顔に書いてあるぞ。鳥を手に入れたんだな。どこにある。その船の中か。違う、火の鳥は持っていない。そんなもの必要ないんだ。でたらめ言うな。うん、後藤を逮捕しろ。私が直々に調べる。はっ。野菜と種とがあったろ。火の鳥が渡してくれたらどんな望みも叶えてやる。兄弟じゃないか。何度も言わせるな。火の鳥はないんだ。嘘だ。なぜあんなくだらんものばかり持って帰ってきた。今の地球にはあれの方が必要なんだ。このキャンプの全員、いや世界中の人間があれを使ってもう一度地球を蘇らせる。そんな計画を誰が許した。ロック、あんたも俺たちと一緒に始めよう。元老院の連中にも話してくれ。頼む。話せ、ロボットめ。よし、船内の者は元老院で没収する。貴様はとびきり痛い目に遭わせてやるぞ。どうあっても火の鳥の隠し場所を吐かせてやる。みんな聞いてくれ。あの船の中の資源はみんなの財産だ。元老院に独り占めさせるのは船を守れ。そいつを黙らせろ。帰ってきたかい坊や。どうなったんだ。キャンプはもうダメなのか。キャンプどころじゃねえ。世界中あっちこっちで地殻変動が連鎖反応を起こしたんだ。アジアで2カ所、アフリカで2カ所、南米で3カ所噴火と地震が起きてる。そんなにもう止められないのかい。まあ手遅れだな。こんなことは予告されたんだ。バカな科学者どもが。
その車に触るな。あなたが無理を通すからこんなことになったのよ。うるさい。所長、格納庫にロケットは何台ある？10台はある。それにキャンプの人々を乗せて脱出させよう。格納庫の扉を開けてやってくれ。よかろう。ドン！所長！ご覧の通りだ。もう格納庫を開けることはできなくなった。制御装置が死んでしまったからな。ここは危ない。とにかく外へ出よう。さっさと行け。俺は所長だ。ここを離れるわけにはいかん。やば、ここの船長ということさ。無事を祈るぜ。どうしてここに？ゴドウ、お願い、私たちを助けて。そうか、レナ、君はもうロックの奥さんだったな。お前に操縦してもらう。こいつはお前の命令しか聞かないロケットだ。どうしてもお前が必要なんだ。なんだって？このロケットは我々が使う。さあ乗れ、出発させろ。断る。お前も助かりたいだろう。今逃げないと手遅れだぞ。他のみんなも乗せるんだ。そんな暇はない。ゴドウ、お願い、あなたとお友達だったじゃない。私のためにロックの言う通りにして。あ、さあゴドウ。レナ、そんなにまでして君は。よし、さっさと乗れ。そのロボットは来るな。お前だけだ。あなた早くいらっしゃい。早く飛び降りろ。外の様子はどうだ？暗いよ。とても暗い。俺は科学センターに帰るぞ。科学センターはもうないよ、ロック。何もかも潰れてしまったんだ。俺は間違ってなかった。あれはほんのミスだったんだ。俺はもう一度やり直す。最高の技術できっと地球を復活させてやる。俺の頭脳なら絶対成功させる自信がある。なあ、ゴドウ、お前もそう思うだろう。あ、ゴドウ、どこにいるんだ。声が聞こえないぞ、ゴドウ。俺を一人にしないでくれ。あ、何か来たら俺を連れて行きな。助けてくれ。なんだ、そこにいたのか。
五道、ここは危ないわ。行きましょう。木星の衛星のイオがそれだ。地球はイオみたいに硫化物のガスで全て覆い尽くされてしまうんだ。嫌だ、地球を返せ、世界を元に戻してくれ。 あなたは生き残れる、ゴド。火の鳥の血を飲めばあなたは不老不死になれるの。オルガ、何を言うんだ。あなたが願いさえすれば火の鳥はすぐ現れてあなたに血をあげるわ。そうすると世界は滅んでもあなたは無限なのよ。俺は滅んでしまった。地球に生き残ってもしょうがない。いいえ、地球はまたいつか復活する。何億年かかるか知らないけど、きっと生き物も生まれてくるわ。お前はオルガじゃないのか。お前は一体誰なんだ。私はオルガよ。でもあなたに何でもして差し上げられるオルガ。どうぞおっしゃい。死なない体になりたいって。誰かがお前の体に乗り移っているんだな。それは火の鳥か。そうだろう。なら言おう。僕の望みはただ一つ。たった今、世界中の人間を、生き物を救いたいだけだ。地球を元通りにしたいだけだ。僕は今の地球が好きだ。この大好きな地球を失いたくない。地球を、生き物を、人間を救いたい。代わりに僕が死んでもいい。ああ、そんなことは望まないで。その願いが叶ったら、あなたは地球の代わりに死ぬのよ。悔いはしない。僕にはその望みしかないんだ。オルガ、火の鳥に伝えられるなら伝えてくれ。やめて、もう一度考えて。僕の命と地球の復活と引き換えに願いを叶えてくれ。火の鳥は望みを叶えるわ、ゴド。あなたの力で。でもお別れよ、素晴らしいゴド。オルガ、君も素敵だ。君は世界一の友達だった。